これだけは失わせない、守ってみせると。ただそれだけを誓った。これだけは、これだけは失わせない、守ってみせると。ようやく追いついたぞ。しかしこれはどういう状況だ。罠にかかり、アルドノとは分断されました。彼と合流しようにも、目の前の彼女をどうにかしなければならず。それよりガルムスさん、ユーリさんは一緒にいたはずじゃ。少し傷を負ってな。今は休んでいる。頑丈なドワーフとは違う貧弱な獣人だからな。奴もすぐに追いついてこよう。それまでにこいつを片付けてくれる。無理だな。死にかけのドワーフが加わったところで私は下せない。ふん、不意打ちしかできぬ暗殺者風情がよく吠える。お前は何か勘違いしている。私がこれを極めたのは王都に来てから、必要に迫られたからだ。いまいましき我が故郷テルスキュラの教えはこんな軟弱なものではない。私の最も得意とするところ、それは正面からの殺し合いだ。うわ、カルムスさん。いいだろう、闘争を望むというのなら解体し引き潰し、貴様らを肉塊に変えてやる。今の私を見るだ。さあ踊ろう。おら、仮にも英雄候補が3人いるというのに、たった一人で抑え込むとは信じられない。アマゾネスのエルミナ、ここまでの傑物だったとは。なぜ私がお前たちをすぐに殺さなかったか分かるか。使えるからだ、利用できるからだ。この王都の守りに貢献できる。オルナを守る楽園のために。どうして、どうしてオルナさんにそこまで執着するんですか。簡単だ。オルナはアマゾネスの出来損ない。私が守らなければ死んでしまう。お前も兄弟ならわかるだろう。だからお前たちが楽園を滅ぼす因子と分かった以上、生かしておく意味はない。ミノタウロスは王都を守護するための絶対の盾。人類最後の領域を守り抜く方法はこれしかないのだから。オルナを守る楽園は失わせはしない。矛盾しているぞ。その楽園はすでに俺たちの討伐の成否に関係なくついえる運命。王族はもはや二人、支配から逃れたミノタウロスはこの都を滅ぼすだろうに。ならば別の者に鎖を使わせ、新たな生贄を捧げればいいだけのこと。みな、あなた。私が守りたいのはオルナだけ。ならば他の者がどうなろうと知ったことではない。妹の英雄にでもなるつもりか。
オルナの英雄か。それもいい。必要ならばくだらない称号も受け入れてやろう。この身に変えても私がオルナを守り続ける。何がおかしい？オルナ殿を守り続ける？誰がどうなろうと？なんてひどい押し付けの願望。守るべきものの涙にあなたが気づけていない。それは歪んだ思いです。ねじれた妄執と言ってもいい。あなたは私が見てきた中で最も強く、そして最も弱き戦士。あなたのそれは愛ではなく、愛の幻想に飢えた子供のわがまま、醜い独占欲ではないですか。君と僕の絆の勝利だぜ。故郷を追われ、場所が変わっても、やることは変わらない。ただ手段が変わるだけ。あいつに近づく者を陰から殺す。邪魔者を処分する。守るために危害を招かぬように、丁寧に、丹念に殺し尽くす。恐ろしい死を与えないために死からあいつを遠ざけ続けた。ああ、だがどうしてだ。どうしてお前はそんな悲しそうな顔をする。独占欲？私が？ほら、あなた自身が気づけていない。いえ、気づかぬふりをしている。エルミナ殿、一つよろしいですか？あなたにどうしても聞きたいことがありまして。聞く必要はない。答える意味もない。今ここで私がお前を殺す。では勝手に尋ねさせてもらいましょう。あなたとオルナ殿はテルスキュラの出身と聞きましたが、本当ですか？何が言いたい？何？私は流浪の吟遊詩人、風よりも足が軽いエルフ。くしくもあの国へ一度足を運んだことがありまして。いろいろ死にかけたりと様々なことはありましたが、今は割愛させていただくとして、エルミナという名前ずっと引っかかっていました。私はあのテルスキュラでそれに類するものを聞いていた。そして今ようやく思い出しました。エルミナとはこちら側の発音、アマゾネスの言語。テルスキュラの中でのあなたの正しき呼び名はウィーガ。テルスキュラの歴史の中でも最強の戦士であると名高いアマゾネス。あなたを称え畏怖する祝詞は常に国に響いておりましたとも。ゼ・ウィーガ。
汝こそ真の戦士と。そのような傑物が国を捨てヒューマンの都に身を寄せていたのか。それもあまりにも強すぎたため、強さこそが絶対の正義であるテルスキラにおいても彼女は異端すぎた。当時の女王は彼女を恐れるあまり国から追い出し始末しようとしたと聞きます。それも全て失敗したようですが。じゃあエルミナさんは故郷を追われてこのオートに流れ着いた。おそらくは。しかしここで疑問が一つ浮上する。ウィーがエルミナ殿に妹はおろか姉妹など一人もいないのです。どういうことですか、妹がいないって。正確にはいなくなった。彼女はたった一人の妹を自分の手で殺めています。日夜殺し合いを繰り広げているアマゾネスの聖地、他ならないテルスキュラの儀式の中でウィーガは実の妹を殺した。それではあなたが守ると誓っているオルナとは一体誰なのか。そんなものは簡単だ。あなたたちは偽りの姉妹、血のつながりなどない赤の他人だ。付け加えるならオルナ殿はアマゾネスですらありませんね。彼の種族と人並み以上に交流した私にはわかる。彼女はただのヒューマンだ。そんな。じゃあどうして二人は姉妹と身分を偽って。さて、何かを隠すために隠れ蓑が必要だったのか。私には預かり知らないこと。それに今はそんなことどうでもいい。何者かの意図はどうであれ、エルミナ殿にとってオルナ殿が特別であることは変わりありません。先ほど語ったエルミナ殿の強烈な守護願望、それは失った妹をオルナ殿に重ね合わせて。殺す！リュールさん！私の妹はオルナだ！私の妹はオルナだけだ！私の妹は私を殺そうとなんかしない。私の妹は私に殺されたりなんかしていない。私は、私たちは。それがお前のひた隠していた傷か。